ここはですね、大崎市鹿島台です。田舎道走ってたらね、ちょっと気になる登り見つけたんですよ。本場韓国キムチ、あそこで作ってんじゃないですかね。行きますか。なんか書いてる看板にキムチの石川、その下石川さゆり、あ、なんか、あ、作ってる作ってる作ってる、なんかいっぱいキムチだ、あれ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。石川さゆりさんですか。はい、はじめまして。え、韓国の方。はい、そうなんです。今あそこでなんかもう絶賛作ってますけど、それはあの、はい、イカキュウリキムチのうちの一番おすすめのガヨガヨ、これイカキュウリ、はい、これがイカですか、これ。そうなんです。そしてキュウリ、イカとキュウリ一緒に食べた方が美味しい。そうですよね、でも美味しいですよね。じゃあこんな感じで、はい、ちょっと甘みが、そうです、玉ねぎとか、うん、いいものイカだからイカで甘みが出るしね。美味しい。うちのお母さんの味だから別にとあまり聞けないですよ、この味は。